こんにちは、ひろやすです。今回、ちょっとまた、慣らし運転してきました。で、ついでになんですけど、ちょっとね、ウインカーを交換しました。で、このウインカーを交換した動画を撮ってたんですけど、ちょっと間違って消しちゃったので、交換しましたという報告だけになります。はい、ちょっとね、走ってきたんですけども、ですね、ちょっと先に感想からちょっと話させてもらおうかなと思ってます。ですね、ちょっとね、今PWK の21で MJN を、つけてるんですけども、ですね、出だしとか下の方とかはね、全然ね問題ないかなと思うんですけど、上の方でね、思ったよりパワーが出ないっていうか、ちょっとなんかシャキッとしない感じがするんですよね。でなんかね、薄いような感じがして、でかといって、大きなメインジェットを入れてもあまり変化がないと。で、今なんですけど、先日の安木さんとの、ちょっとね、鳴らしの時、一番最初、だからここのところが、105が入ってたんですけども、その後、ですね、125を入れて、で、今、137.5 っていうのを入れてます。ちょっとすごいでかいのにしたらどうなるんだろうっていうのをね、ちょっと思ったんで、それ入れてみたんですけど、あんまね、変わんないんですよね。で、やっぱり120以上っていうのが、MJN の B1 ノズルでは吹かないんじゃないのかっていうのが、言われてて、と、あと、根本的に、だから B1 でね、上の方がそんな濃くならないんですよ。なんで、137入れてても、そんなに、極端濃くなることもなく、だからアクセル 50% 以上開けた時に、なんか微妙になんか薄いというか、なんかちょっとなんかシャキッとしないような感じなんですよね。なんか今一つ、で、ロンシンの125のエンジンで乗ってる時は、あれも120ぐらいなんですけど、あっちの方がね、まだやっぱパワーが出てて、やっぱりその排気量の兼ね合いで吸える量とかもあるんだと思うんですけどね。だから B1 でも無理やり吸えてるんですけど、やっぱ88なんで、そのあたり無理やり吸えない感じなんですよ。なので、ちょっとね、MJN の B2、それをちょっと注文してみました。まだね、届いてないんで、比較動画とかまだ作れてないんですけど、ちょっとそのあたりは到着したら、試しにね、やっていこうかなと思います。で、ちょっと鳴らしで距離もね、稼ぎたいんで、街中を走ってました。で、ちょっとね、いいところあったなと思ったので、10円自販機っていうのがあるんですよ。10円自販機。そこにね、ちょっと今から行ってみようかなと思います。近くに10円自販機がね、ちょっとあるんで、久しぶりに行ってみようかなと思います。この信号か次の信号で、確か左で10円自販機があるんですけど、ちょっと見てみましょうか。
はい、10円自販機到着しました。ちょうどね、僕もね、撮影しようかなと思ってたら、3人組の YouTuber の方ですかね、ちょっと撮影してたんで、ちょっとね、撮影自体は、ちょっと諦めて、まあ、ジュースね、10円で何出てくるか、そこだけちょっとやってみて、移動しようかなと思いました。まあ、この日はね、休みの日で、これ日曜日だったんですけども、まあ夕方とかに来るとね、もう結構ね、売り切れてることが多いんですね、この10円自販機って。で、たまたま今回ね、まだ残ってました。なので、買ってみます。コーヒーのね、ジョージアのコーヒーが出てきました。まあ、これね、10円だったらね、結構当たりだなと思いました。まあね、ちょっと自販機周りでもうちょっと取って、で、あとね、何円か入れてみて、どんなのが出るかなとか、ちょっとね、取ろうかなとかって思ってたんですけども、まあね、他、YouTuber の方が、撮影してるんで、まあ、邪魔になるといけないんで、まあ、今回ね、1本だけ買って、移動しました。で、まあ、あとね、燃費の方も、まだチェック中なんですけども、大体ね、街乗りで乗ってて、今、このキャブのセッティングで、37ぐらいですね。もうちょっとだから、遠乗りしたら、伸びる感じですね。40超える感じかなとは思ってます。でね、PC20 使ったら、だいぶ伸びますよっていう風なのは一応聞いてるんですけども、まあね、もう今更 PC20 ねに使うっていうのも、まあこのずっとね、PWK でやってるんで、まあ PWK をね、使ってやっていきたいかなと思ってます。まあまあ、せっかくね、MJN でできますよっていうのをねやってるんで、まあこのキャブで、どこまでできるかっていうのをね、ちょっとやってみようと思います。まあ燃費がね、もうあれですよ、もう落ちてももういいです、そこはもうそういうもんなんでって思って、ちょっとやっていきたいと思います。でね、やっぱりね、ちょっとまあ上の方がまだなんかちょっと吹き切れてないというか、感じで、まあこの後ですね、帰宅した後、プラグの方も一応念のためねチェックしてみたんですけども、プラグの方なんですけども、下の方っていうかね、下の方がやっぱりまあ少し濃いんだと思うんですよね。スローのあたりがちょっと濃いのかな。だからそんな感じで、まあネジ切ってる、タップネジ切ってるあたりか、あのあたりがね、ちょっと黒くすすけてるんですけども、上の方がね、ちょっとまだね、なんかよくわからないっていうか、きつね色になるほどなってない、だからなんかしっかりなんか燃えてないっていうか、かといって、これメインジェットを薄くしてみたら、なんか上の方でね、なんかすっごい薄いような感じがしたんですよ、なんか乗った時に。なんか乗った時のイメージですけどね、なんかすごい薄いような感じがして、ちょっとまだもうちょっと、これだから薄いのか濃いのかっていうのがね、ちょっとよくわかんないようなね、そんな感じになっちゃってます。まあまあ、なんかトルクのね、パンチもね、なんか少し少ないような感じがするんで、まあそのあたり、まあ一回ちょっと B2 入れてみてどうかっていうのをね、試してみたいと思います。せっかくなんでね。まあちょっと確かに B2 の方のノズルを使えば 50% 以上のアクセル開けた時の、ガソリンの吹き方っていうか、そのあたりはやっぱり違うんですよね、B1 と。B1 と B2 で違うところっていうと、まあ 50% よりも上ですね。だからそこ以上開けた時にガソリンの吹く量が多くなるっていうのが B2 で、まあその後B3 っていうのもあるんですけど、 B3 はもう全体ですね、下の方も濃くなりますよっていうのが B3 と。で今だからこの B1 のセッティングで、50% 以下のところっていうのはそんなに
あの気にならないっていうか、まあいいんじゃないかなっていう感じなんですよ。開け始めもねトルクあるし、ググッと前に進むような感じがあって、まあこれがね多分あのガソリン濃いからちょっとトルクあるようになってるのと、まあそういうもんなのかなとかと思ってますけど、まあなので B3 まで行くと多分濃すぎるんで、B2 で 50% 以上のアクセル開けたところの領域をちょっと濃くしてみようかなと、でそれを濃くすることによってメインジェットも下げれますっていう風なね、まあそもそも副量が増えるんでっていう、ところなので、まあちょっとそのあたりでね、今ね 137.5 ってね、もうあのもうでかすぎるんで、もうちょっとそこら辺はまあ絞りながらあのいけるんじゃないのかなと思ってます。まあこれでね B2 使ってみてあの感想とかもねあの述べれたらなとは思ってるのと、その B2 使ってみたら、要はロンシンに、転用した時どうなのかとかね、ちょっとそのあたりもね、検証してみたいなと思ってます。ちょっとね、週末挟んでね注文しちゃったもんなんで、なかなかねまだ手元にはね届かないんですけども、まあ B2 のねノズルもねやっぱり触ってみたいなとは思ってます。